はい、あやむです。よろしくお願いいたします。それでは今回はいよいよ第81期順位戦の組み合わせ表が発表されましたので、挑戦者予想や昇級候補予想なども含めて速報やっていきたいと思います。まず早速、藤井竜王の参加する A 級順位戦から見ていきたいと思います。注目の藤井竜王の初戦は佐藤康光会長となりました。藤井竜王の先手番ということで、後手番になった佐藤会長が少し特殊な振り飛車で佐藤ワールドに持ち込んでいく展開になるんじゃないかなと予想しております。有志の方が運営しているプロ棋士のレーティング情報を元に算出いたしますと、藤井竜王の康光会長に対する期待勝率は 80% 程度というふうになっております。佐藤ワールドに藤井竜王がどれだけ対応できるかという戦いになりそうですね。続きまして2回戦は振り飛車のスペシャリスト菅井八段と後手番での対戦となりました。予想ですが菅井八段の先手中飛車になるんじゃないかなと予想しております。期待勝率は約 75% ぐらいですが、藤井竜王の後手番ということでもう少し下がって体感的に 73% ぐらいかなというところですね。そして3回戦は糸谷八段となりました。藤井竜王が先手番ということで、おそらく相居飛車で藤井竜王が先に攻めていくような展開になると予想しております。期待勝率は 75% ぐらいですね。そして4回戦は渡辺名人か斎藤八段の名人戦の敗者との戦いとなりました。おそらくここが一番の鍵になると思います。斎藤八段は2年連続で A 級順位戦8勝1敗の好成績、渡辺名人は3期前に9勝0敗で史上4人目の A 級全勝の快挙を成し遂げました。ということで2人とも順位戦適性抜群な上に、実力が上位ということで、どちらが来てもかなり厄介な相手になると思います。そうしたデータも加味して考えますと、他の棋戦だったら藤井竜王の期待勝率が70% から 75% といったところになるんですが、A 級順位戦に限って言えば、60% から 65% ぐらいという感じになるんじゃないかなと思われます。やっぱり2人とも先後が決まっていて、なおかつ手番も決まっている戦い、そして1日制の戦いにめっぽう強い、そんな印象がありますね。どちらが来てもここが一番の鍵になると思われます。そして5回戦は、先手番で広瀬八段となりました。比較的相性のいい相手で、期待勝率も 75% 以上となっております。続きまして、6回戦以降見ていきます。6回戦は後手番で佐藤天彦九段との戦いですね。こちらも藤井竜王から見て相性のいい相手ではありますが、最近好調で、なおかつ元名人ということで、決して一筋縄ではいかない相手だと思います。期待勝率は73% から 75% といったところですね。そして7回戦。こちらは先手番で豊島九段との戦いとなりました。超がつく強敵な上に最近復調気配ですので、ここで勝てるかどうかっていうのが一つ大きな山場になってくると思います。期待勝率でいうと 72% 程度ですね。続きまして、8回戦は後手番で永瀬王座となりました。直近の対決では藤井竜王が連敗していて、非常に厄介な相手になる上に後手番ということで、この7回戦の豊島戦、そして8回戦の永瀬戦、ここがやはり大きな鍵になってくるんじゃないかなというところですね。さらに9回戦、前回 B 級1組で敗れた稲葉八段戦、藤井竜王の先手番ですが、稲葉八段、作戦が多彩ですので、なかなか絞りづらいかもしれません。結構、藤井竜王対稲葉八段は、藤井竜王が3勝2敗で勝ち越しはしているんですが、そのうちの1局は、引っ張り系で負けてもおかしくないぐらいの将棋だったということで、結構、稲葉八段を、苦手にしているような印象もありますね。ということで、やはり、4回戦の渡辺名人対斎藤八段戦の名人戦の敗者との対局、そして、7回戦から9回戦の戦いが、藤井竜王が、最年少名人になれるかどうかというところの大きな分かれ目になってくるんじゃないかなと思います。ちなみに今のところは谷川九段が21歳2ヶ月で名人獲得したという最年少記録があるんですが、藤井竜王がその最年少記録に挑む最初で最後の戦いとなります。そして藤井竜王、最年少名人取れるかどうか注目ですね。ということで、藤井竜王以外の戦いも、注目対決も見てみたいと思います。まず1回戦からいきなり豊島九段対永瀬王座の、スーパースター同士の対決が組まれました。これに勝った方が勢いよく、ロケットダッシュ決めていきそうな予感ですね。そして2回戦、また豊島九段ですが、渡辺名人対斎藤八段戦の勝者との、名人戦の敗者との戦いという風になります。豊島九段の1回戦、そして2回戦、この強敵との連戦の出来が、今季豊島九段が挑戦に絡むか否かを決定づけるような、そんな気がいたします。そして、永瀬王座は、8回戦の藤井竜王戦はもちろん、9回戦、渡辺名人対斎藤八段の名人戦敗者との戦いですね。こちらも大きな鍵を握るんじゃないかなと思います。もしかしたら、この永瀬王座の最終戦の戦いが、名人挑戦者を決める戦いになると、そういった可能性も十分あると思いますね。ということで、まとめますと、ちょっと細かいんですが、A級順位戦ご覧のような対戦表となりました。やはり、藤井竜王が頭一つ抜けた存在であるのは間違いないと思われますが、斎藤八段か渡辺名人、そして豊島九段、さらに永瀬王座と有力候補が目白押しですので、もう誰が挑戦しても全くおかしくない、そんな豪華な顔ぶれになっております。ちなみに挑戦はもちろん1名なんですが、降級枠は2名ですね。今のところ、レーティング的には佐藤康光九段が、レーティングだけ見ると一番危なく、次いで広瀬八段や糸谷八段といった形になっておりますが、あまりレーティング関係なく、やはりこう、先後の決まった長時間という戦いということもありましてですね、毎年、そこまでそのレーティングに沿って誰かが落ちるとか、誰かが挑戦するといったことはないという認識でございます。個人的には康光会長にいつまでも A 級で活躍し続けてほしいなと心から願っております。また A 級で康光九段対羽生九段の戦いとか、見たいなと個人的には、お二人のファンの私としては思っております。ということで続きましてその羽生九段がいる B 級1組順位戦の組み合わせ表も見てみたいと思います。こちらまず羽生九段に注目して見ていきますが、1回戦からいきなり前期 A 級で当たった山崎八段との対戦が組まれております。1回戦から後手番ですね。前回は羽生九段が大逆転と言える内容で勝利しましたが、果たして今期は山崎八段がリベンジするかどうか注目ですね。そして2回戦は佐々木勇気七段戦となりました。こちら先手番ですね。非常に前回佐々木勇気七段といえば B1 でいきなり7連勝して昇級確実と言われていた強敵ですが、羽生九段がどう戦うか注目でございます。そして3回戦、羽生九段が先手で久保九段となりました。5位リーグでは逆転負けを喫してしまった相手ですが、どう戦っていくか注目ですね。4回戦抜け番で、5回戦が三浦九段、後手番で三浦九段、そして6回戦も後手番で澤田七段、昇級してきた澤田七段。で7回戦は、先手番で屋敷九段、比較的相性のいい相手ですが、果たしてどうなるでしょうか。そして B 級1組順位戦、後半戦ですね。羽生九段8回戦は郷田九段、長年のライバル羽生世代、郷田九段と後手番で戦いということになりました。そして9回戦は、近藤七段戦、先手番、若手の強豪、もう近藤七段は A 級に昇級していてもおかしくないぐらいの実力レーティングを持った棋士でございます。千田七段戦も同じですね。近藤七段、千田七段、そして先ほど紹介した佐々木勇気七段、この3人が B 級1組では実力レート上位の相手となっております。そして、こちらも郷田九段と同じようにタイトル戦で何度もしのぎを削った羽生世代、丸山九段戦となりました。丸山九段、最近50代になってもずっと好調をキープしておりますので、やっぱり10回戦、丸山九段戦も一つ大きな山場になりそうですね。そして12回戦、横山七段戦。で、13回戦は、昇級してきた中村太地七段戦となりました。アベマトーナメントでも、同じチームで戦っておられます。ということで、実力レーティングだけ見ると、B 級1組順位戦、近藤七段、そして佐々木七段、そして千田七段、この3名が上位となっております。ほぼ横一線で上位ですね。そして次いで羽生九段、山崎八段、そして丸山九段が追うという状態になっております。羽生九段や山崎八段は、順位の差を生かしてその佐々木勇気七段や千田七段、そして近藤七段といったレーティング上位の棋士に勝てれば十分、A級復帰のチャンスあると思います。羽生九段は最近ちょっと不調でレーティングも落としてしまっておりましたが、つい最近の王位リーグの池永五段との戦いを見る限り、もう完全に復調してきたなというところで、おそらくまた、好調モードが続いていけば、もう間違いなく A 級復帰すると思われますが、B1 でやっぱりこう、長い戦いになりますので、まあ、調子を落とす時期が少しでも少なくなるようにお祈りをさせていただきたいなと思っております。ということで、B 級2組以下はちょっと人数があまりにも多くまとめきれませんでしたので、また棋戦速報などで、ぼちぼちとやらせていただきたいと思います。ちなみに注目の伊藤匠五段 C 級1組の戦いですが、まず1回戦が野月八段、そして2回戦が北島四段、3回戦畠山四段、そして4回戦が門倉五段、そして5回戦が抜け番で、6回戦が金井六段、そして7回戦が日浦八段、8回戦が高橋九段、前期初級まであと一歩だった高橋九段、そして9回戦船江六段、10回戦千葉四段という戦いになっております。結構パッと見る限りは、ベテランとの戦いが多いなというところですね。1回戦、実力者の野月八段とどうやって戦うか、この結果が大きく連続昇級できるかどうか、鍵を握っていきそうな、そんな気がいたします。また、好調の船江六段、そして実力者の千葉四段、この辺りとの戦いが、連続昇級の鍵を握る形になりそうですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。